オードナンス BL12 ポンド 7CWT 法は、13ポンド 8CWT 前装市場法の後継機種として1885年に採用されたイギリス陸軍の5装式野砲。オードナンス BL12 ポンド 7CWT 法は、当初王立砲兵隊及び王立騎馬砲兵隊双方で採用され、1885年に配備が開始された。 1850年代に開発された塗装式のアームストロング RBL12 ポンド8 c w t 法が満足できるものではなかったため、イギリス陸軍は1860年後半に前装式の13ポンド市場法を採用したが、本法で再び5装式を採用した。1891年に実施されたインドでの騎兵大演習において、騎馬法兵用としては、砲車が 複雑すぎ、誇りに弱いという問題が発覚した。また、戦闘において、騎兵を援護する騎は砲兵用としては重すぎることも判明した。このため、1892年には、軽量でより強力なコルダイとか薬を使用する、オードランス BL12 ポンド 6CWT 砲が開発された。砲身長は18インチ短くされ、軽量で簡便な砲射を使用し、 1894年から王立キ馬砲兵隊への配備が開始された。コルダイ特化薬の使用により、12ポンド砲でも15ポンドまでの砲弾を発射可能となった。このため、後には14ポンド砲弾が使用されるようになり、1895年からはオードナンス BL15 ポンド砲と呼ばれることとなった。通常、オードナンス BL12 ポンド 7CWT 砲は、 六頭の馬で牽引された。ありがとうございます。